そういうことで、もうぼちぼちでんちゃう。だいぶ湯気出てきた。ちょっと待って、パカッと開けて。3、2、1、パカッと開けて。よっしゃ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 。ニラも混ぜる？あ、ニラやらかってるやん。わ、もうええんちゃう。うわ、美味しそうになってるやんか、ちょっと。どうよ、これ。ほら。ええ感じの色になってない？これ。めちゃくちゃうまそうやんか、これ。はい、毎度秋葉でございます。ということで、本日も元気に晩酌していきましょう。ということでね。今日も冷え冷えのビール作ったった。ジョイング行ったほんまは今日も汗だくなってもうたわ。ということで、早速ビールで乾杯しとこう。まだ凍ってはないな。凍ってはないけど、ええ感じで行っときましょう。皆様、本日もお疲れ様でございました。ではでは、乾杯でございます。ああ、気持ちいいね。お前は毎回毎回幸せそうやなって、うん、幸せや。ということでね、今日は何やねん言ったら、久しぶりに野菜炒めって言ったらいかんねんけども、まあ、野菜は野菜ねんけどな、なんかやったことなかって、レバニラ炒め、レバーがあって、ほいで、ちょっとしたこういう鶏肉あって、ほいで、こういうハートあったんで、だから、もう一応こんなんをね、まあ、ザコッとその、炒めてみて、ほいで、レバー言うとやっぱりニラいるやんか。だからニラも大量に用意したので、だから一応これでレバニラ炒め作っていこうと思うんで、早速作っていこう。ではでは早速ね、一応ね、簡単にこうだし巻きもあるんやけれども、ちょっとさっきもう焼いていこう。簡単に油引いてね、簡単に油を引いて、さっきやっぱり肉ね、肉焼いた方がいいと思うので、もうさっきね、レバーもう簡単にレバー全部いくで、じゃらっといきましょう。はい、いきましょう。はい、いって鶏肉もね、鶏肉もいきましょう。ザクッとさっきね、何ていうの、下炒め、うん、簡単にね、で、塩コショウね、簡単に塩コショウ、さーっと、もう簡単な下味でね、やっぱりな、野菜はあれやけど、肉はね、なかなか焼けへんさかいに、さっきちょっと焼く。さあ、ハート、まあ、レバーだけじゃないから、レバニラ炒めにはならんか知らんけど、レバニラ炒めって普通さ、牛やんか。でも今日はね、全部これ鶏肉。鶏肉のレバニラ炒めで変わってるでしょ？うん。だからまあまあええかなと思って。これで、今日はね、これ作って、食べ方は2種類でいこうって。焼肉のタレと、それとめんつゆ。前に一回なんか食べるときにめんつゆやったらあっさり食べれてん。だからそれでいこうもできやんか。だからちょっと楽しみもあっといて。楽しみもあっといて。何を言うてるやんか。よしよしよ。もう簡単にね、簡単に焼けたらもう揚げますんでね。ちょっと、もも肉とかね、ここらがちょっと火なかなか通れへんからな。ここらも、あんまり焼いてもいかんけど、火通れへんのもいかんしね。ええー、感じかい。この辺もも肉やな。よし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 。ええ感じかい。ちょっと簡単にな。予想して、その辺ビールとこ。よっしゃ。冷たいね、ビール。ええ感じやな。うん。よっしゃ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 。これで、ビールでございます。汗なくなったから、もうゴクゴク飲めるわ。今日で、もうええやろ。ちょっと待って。よし。ほんなら、ちょっとここらで一旦揚げましょうか。はい、揚げましょう。一旦揚げますよ。はい、揚げまして。で、こっからや、野菜。最近作ってなかったけどさ、こういう、何だろう、キャベツの炒め物のパックになってるのあるやん。これ、ちょっと二玉いこうもね。もうそのままね、油出てるからええと思うね。この肉で、バラッと、バサッと。いってやね。で、ニラもあんねん。ニラもあるんやけれども、ニラはもう最後でええと思うねん。だからまずこのキャベツを入れて、もうできるだけ、何よ、手を抜く。ということで、で、とりあえずはこれで軽くね、塩コショウ、だーっと振っといて。で、これで、ちょっと、水、あ、そうや、水ちょっと入れた方がいいか。ちょっと水、シャーっと入れる。よし。これでちょっと蓋しとこう。これでちょっと待ってこう。で、その間に、なら、これ、だし巻きや。だし巻き。あ、その前ビールだ。ビール入ってない。ビール。わおー。ビールだ。うまいわ。久しぶりやもん、だし巻き。うん。ええ感じ。
ではでは、いただきます。うん、目の前でさ、肉あるからつまんでますよ。うん、もうちょっと辛抱辛抱、うん、で、その間にこれでビール。ビールおかわりしてみます。ということで、ね、新しいビールやってきました。またまたアクアセルでございます。ようね、バシャッと開けてで、いってみましょう。チャラッとね、ええ感じ。よっしゃ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 っ、うまそうやな、いいいい。ということで、もうええ感じが湯気出てるんで、よっしゃ開けてみよう。3、2、1、パカーンとオープン。ええ感じ、あっちー、ええ感じ、ええ感じ、もうええ感じやね、これ。うわ、ええ感じになってるやん。よし、ほなここに早速ね、お肉、さっきのやつね、ここ入れる。よし、ちょっとこう入れる入れる、お肉入れて、でもニラはね、もう最後だから、ちょっとこのお肉を炒めるところをちょっとね、こう、よっしゃ、蒸し焼きみたいにした方がいいかな。ちょっとそうやから、こうお肉を入れて、で、そうか、ニラも上にな、乗せたらいいんや。ニラもそうやから、ニラもって何言うてんの。よっしゃ、こういう風にやっといてやな。ほんで簡単にここでもう一回塩コショウな、もう一回塩コショウだーっと振っといて、よし。でここでニラ、ニラバカッとそのままいこう。バカッと、ちょっと待ってよ、バカッとそのままダラ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 と、どう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 、でやでやでやで、バカッと、よっしゃ、ニラな、よし、これで、これで蒸し焼きでいこう。よっしゃよっしゃ、ほなこれでちょっと蓋して食べましょう。ではでは、その間に私、だし巻きいただきます。だし巻きね、だし巻きもね、あ、今日のね、このお惣菜、あのライスさん、あ、綺麗なだし巻きいただきます。うん、うまい、うん、ビール、一気に飲みしまうわ。ほら、毎日暑い中さ、でフラフラになって、こうフラフラになって、でもう何も絡んでんねん話で、もう汗だくなっちゃう時にやってたら、もうほんまこれ冷たいビール飲むことで楽しいやろな、うん、ということで、今日はこのレバニラ炒め思いついたから、これでこの何も今日あっさり晩酌、あの言うたやん、さっき、何だろう、前に作ったこのね、そうめんつゆと焼肉のタレ、まあ焼肉のタレでもいいんやけども、焼肉のタレやったらもう焼肉になってしまうから、ちょっとそうめんやったらあっさりと両方でいけるかな、みたいなね、ちょっとこんな感じで晩酌しようと思ってます。ということで、もうぼしぼしでいいんちゃう、だいぶ湯気出てきたら、ちょっと待って、パカッと開けて、3、2、1、パカッと開けて、よっしゃ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 、ニラも混ぜる、あ、ニラ柔らかなってるやん、わ、もうええんちゃう、いけるいける、もういけるわ、ちょっと待って、うわ、美味しそうになってるやんか、ちょっと、もうこれ保温にしとこう、これでオッケーやん。ほら、レバニラ炒め、まあまあレバニラ炒めやな、どうよこれ、ほら、ええ感じの彩りになってない、これめちゃくちゃうまそうやんか、これこれや、レバニラ炒めいっとこう。ではでは、ちょっと待って、あ、先にちょっと待って、先にだし巻きちょっともう一個いっとくわ、いっとこう、うん、ほんでビールや、ビールベイベイ、んで、だしっていうかタレが、で、どっちご、めんつゆ、こっちがめんつゆでご、めんつゆのこれストレート、ストレートのめんつゆ、こっちの方がね、多分美味しくいただけると思うね。で、こっちの方はこういうね、焼肉のタレあったんで、これ入れる、これもね、あっさりのタレなんですよ、焼肉ので、これでちょっともう保温にしてるからね、これでいただきましょう。早速いただきます。よいしょ、こんな感じやな、野菜をたっぷりとって、でレバーこの辺ね取って、よっしゃ、で野菜ね、野菜ちょっともうちょっと入れとくか。ではあっさりそうめんつゆこんな格好でいただきましょう。レバーがない、あった、いっときましょう。いただきます。うん、なんでカーンって当たっとんねん、うまい、これは想像通りのうまさやわ、
めちゃめちゃあっさり。うん、うまい、うまい。これまたニラの歯ごたえ、ちょっとシャキシャキするやん。これよ。なるほど。ついでにちょっと焼肉の方もいこう。ちょっと入れて、この焼肉のタレはね、どちらかというとちょっとあっさりめのタレなんですよ。でニラも、レバーも入れて、ニラもいっとか、ニラもな、よっしゃ。こんな格好でちょっとこれがね、あっさりめの焼肉のタレなんで、いただきます。うまっ。うめえ。うめえけど、あのやっぱりね、どちらかというとこっち、めんつゆの方がさっぱりいただけるわ。これええ。あの、焼肉のタレがまず言うてんちゃうで。やっぱりね、焼肉のタレやったらさ、普通の焼肉の、なんかその、レバーを食べてるような感じやな。うん。タレが濃すぎんねん。で、めんつゆの方、ええー、や、なんていうの、ほんまにね、ええー、歯ごたえすんねん。で、ちょっと待って、レバーな。レバー、レバー。レバーと、ちょっと待って、野菜も入れようか。野菜超少なかったんじゃん。もう、もう一個3目ぐらいよかったんちゃうか。あとは、これ。これ、お酒飲みの人とか、あの、まあね、僕どっちかというと濃い味好きやけど、濃い味好きやけどね、今日はね、このそうめんつゆ、こっちの、まあ別にそうめんつゆじゃなくてもええと思うね、めんつゆ、ね、下がね、また、めんつゆでええと思うんやけど、めんつゆに、どないやったんやろ、野菜炒めというんかね、野菜もそうやねんけれども、これ、ニラの風味、ニラの風味とニラのね、ちょっとこのシャキシャキした歯ごたえ。それがよう合う。まあレバーの肉は合うか合えへんかで言ったら別にそれどっちでもいいと思う。でもほら、うん、野菜と肉が入って、まあ肉言うてもレバーやけどな。まあ他に一応あのネタ、鶏肉と、歯とか入ってあるけれども、でもこのニラ、ニラとこの何ていうの、めんつゆの歯ごたえ、これよう合うわ。うまい。ええ感じやな。ああ、これはいけるぞ。ほいでビール。ニラばっかりでやったかでええんちゃうかな。ということで早速いとこう。これ野菜がうまいわ。よくね、私あの焼肉とかするからさ、あのコメントいただくやんか、秋坊野菜食べなあかんでーとか言って。で、これニラ、あのニラとあのレバーです。これレバー言うてもね、今日鶏のレバー発見したんよ。で、鶏のレバーあったから、当然その横にもも肉とかもあったから、ね、あ、これ今日は鶏のレバニラ炒めやねんけども、ちょっとそこにもあのもも肉とかハートも入れとこうとか思って。うん、このレバーは、うん、うん、鶏と牛のレバーいまいちわからんわ、私すいません。うん、あのレバーっていうのは分かんないけど、牛か鶏かって言われたら分からん。うん、同じような箱だよな。うん、うまい。やっぱこれ野菜炒めにはめんつゆやな。うん、ええー、これレバーよ、こっち焼肉のタレだろ。あの、まあ合うと思うやん、合うと思うんやけど、うん、肉単体にはええやん。でもこの野菜と一緒に食うんやったら断然めんつゆの方がうまいわ。うん、これ新たな発見。フルデビュー。
ないやんか、鶏肉。で、お次は久しぶりにこのストロングドライ。まだビールの、あのビールじゃわ、冷蔵庫の奥に眠ってました。これ今でも持ってるよね。これそんな風ないよな。これ万代さんのやつでございます。9%のチューハイ。これがね、ええ感じで効くんだわ。いうことでチャラッと入れてね。うわー、ええ感じ。これ結構酔うんよね。うん、まあ酔うてもええわ思っていっとこ。わあ、ストロング、ええ感じ。この、うん、万代さんオリジナルね。いうことでめんつゆね、めんつゆでいっとこ。めんつゆ、あれもうなんか、あれあれ、レバーがもうないぞ。あれレバーなくなってる。え、さっきみんな食うたの。え、レバー、あ、これレバーか。あ、レバー、よし。このなんていうの、ニラ、ニラ炒めうまいな。さすがにレバーになって言うやん。レバー、え、レバーになになるか、これレバーか、レバーこれか。よし、いっとこう。うん、これ野菜もええけどニラがええ歯応えするわ。今なんとなく思い出した。昔うちのおかん、うちのおかん、そうそう、うちのおかんやん。どこのおかんやねん。おかんが卵焼きのね、あの何ていうの、あのぐちゃぐちゃするやつあれやん。ぐちゃぐちゃってスクランブルエッグかな。あれするときにレバニラを、あのレバニラちゅうか、レバちゃうわ、ニラ、ニラを一緒に入れてて、で卵と一緒にニラ食べたらめちゃくちゃうまかった記憶がなんか今お読みがでいたわ。なんでか知らんけど、これ小学校の時で、何年前の話やねん。ビールちゃう、せやせや、このレバ、あのレバちゅうか、ニラ、ニラってせやせや昔よう食べたわ。うちのお母ちゃん絵を作ってくれた。お母ちゃんって。そうそう、皆さんはどっちかって言ったらお母ちゃんって言った方、うちの母親って言った方、それともうちのおかんって言った方で、うちのママ、ママとかママっていう人おった。僕らの年代でママ言う、ママとかパパ言う人おったっけ。どう、あんまりね、僕聞いたことないけど。うん、やっぱこのレバニラの、もうレバーも入ってたけど、レバーもええけど、このニラの歯ごたえがたまらんな。うん、これうまいわ。うん、皆さんよかったら野菜炒めあって、んでめんつゆで食べてみ、めっちゃうまいぞ。うん、こっちはちなみに焼き肉のタレやからな。焼き肉のタレもうまいんやね。うまいんやけども、多分な、あの味が濃すぎると思うね。だから鶏肉と一緒にいただくと、うん、今日はこっちの勝ち。絶対めんつゆの方がうまい。うん、これでいいよ。ビールちゃうわ。今言いかけた。あー、うめ、ストロングドライ、やっぱりこう、あの酔うわ。アルコール 9% ですからね、これ。これ 9% ということは、なんぼこれのアクアグルの2本半ぐらいあるんだよ。ということで、これやっぱりめんつゆうまい。めんつゆでこれ食うたらうまい。あの、どう思います皆さん。想像できる？めんつゆで食べてみて。この、今日のまあ、野菜炒めやな。野菜とまあまあ、肉炒めでもええやんか。まあまあ、あ、そうそうそう、野菜と、野菜はええんやけれども、ニラは絶対入れて。ニラを入った野菜炒め。で、このめんつゆで食べる。これうまい。うん。いける。これ絶対これ酒好きな人好きやねん。まあ、酒好きじゃなくてもええんやけれどもね。全然しつこくないから。レモンで食べるとは言えへんけど、ほんまにあっさり食べれる。うん、
これうまい。新たな食い方やな。うん、そうかどうか。なるほどな、野菜炒めをめんつゆで食べる。なるほど、これはいけるね。うまそうやな、ええ感じ。このまね、あの突発的な思いついたよね、めんつゆで食うたらうまいやろな思って。でも正解、うまいわこれは。うん、どっちか言うたらレバーってちょっと好き嫌い分かれるやん。僕もどっちかってそこまで好きって言われるじゃないんやけども、今日だからレバーと一緒にいっぱい買うてきたけど、普通の肉入れた野菜炒めに肉やニラを大量に入れて、でそれをめんつゆで食った方がええわ、ええ感じやん。うん、お前ほな何のために出張りでやったんやで言われたらそれまでやけどな、ごめん。うん、ほんまうまい、めんつゆの使い方最高。うん、おいでない、ストロングドライ。ああ効くがな。ということで、もう最後もう全部入れとか、こっちを箸やと取りにくいから、こっちでいっとこう、こっちでな、もう全部このめんつゆ、めんつゆ正解やったね今日。うん、何で食べようかな思うんだけど、めんつゆ大正解。でもあれやわ、ちょっと心残りなんか、もっとニラ買うといてよかったわ、ニラもう一本買うといてよかったな。うん、ニラとこのめんつゆの組み合わせ最高。いうことでこれ入れとこう、シャラッと入れて、うわ、もうないやな。うわぁ、ええ感じ。ということで、いっとこう。レバニラっていうか、そうやな、レバニラに、なんかアレンジいっぱいしたよね。肉も入れるし、で、何ニラは、あ、そうやな、ニラも入ったけど、あ、野菜入っとったよな。レバニラやったら普通はニラだけやけども、野菜は入っとったからな。うん。だから、野菜炒め、ニラ入りか、ニラ炒め、野菜入り、要は、どうでもや。いただきます。うん、ほんまにめんつゆで食うたらめちゃうまいよ。うん、あっさり野菜食べれる。あ、でいつもね動画見るはるですよ、あの秋坊野菜食うてないやろうけど、今日野菜しっかりとってるでしょ、ご安心ください。何のご安心やねん。いっとこ、うまいな、うまいわこれ。もっとニラ高得いけたな、このニラの、このニラっていうかもうニラないんやけど、さっきのあのニラのちょっとそのかすかに残るあのニラの風味とシャキシャキ食感、あれ癖になるわ。うん、うまい。このほんでめんつゆとの相性抜群や。うん、これあれやん、焼肉でもめんつゆいけるんちゃうか、今度やったのかな。まあまあいろんな食べ方はなあるけれどね。うん、今日はほんま野菜いっぱい食べれたわ。うん、うまっ。あ、そうやん、めんつゆやとこれ飲めるんじゃん。なんとなく野菜のお出汁ええ感じ。あれ、もうない、あ、ないやん。うわ、白浜に野菜も食えるし、これいいね。今度野菜炒めを、いや野菜炒めに大量のニラ入れてめんつゆで食べてみよう、これ絶対正解で。何だ、ストロングドライ。え、ストロングドライな、そや、ストロングドライ、とこ。あー、そうで。
レバニラをなんか中途半端にあれもこれも増し入れてやってそばつゆで食うたらうまかったねいう話でございました。また皆様よかったらやってみてください。本日のご視聴これで失礼いたします。ごちそうさまでした。さよなら。バイバーイ。